日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらシャトレーゼのパネトーネ、そして毎年クリスマス時期の恒例となっているシュトーレンを食べたいと思います。あれこれこの粉だとなんだろう、ちょっと嫌な予感がするけど、まあとりあえずまずシュトーレンから開けていきますね。ありゃー、別添えなんだ。あー珍しいなー。ちょね、なのでちょっと待ってくださいね。予想なにしない事態が起こっているので、ちょっと一旦どかします。こちらのスパイスのフルーツ香るシュトーレン、お砂糖が別添えだと分かったので、まるで雪みたいですね。それをイメージしてるのかもしれませんけど、だけどさすがにこれ手に持って食べられないですよね。なのでちょ、見えますか。ちょっと私も見えない。結構崩れやすいな。では毎年恒例シュトーレン、今年もいただきます。と今年も甘いクリスマスを過ごさせてくれるシュトーレン、そしてお久しぶりのパネトーネー、シャトレーゼで買ったものは、あ、甘いのかな、どうなのかなって思ってたけど、やっぱり甘くて美味しい。まあお砂糖が別添えなのがちょっと怖いかなと思った部分もあるんですけど、意外となので、うん、美味しくいただきました。何年か前にスワンベーカリーのシュトーレン買ってから、ほんと毎年の楽しみになってるんですよね。あなたもどこかおすすめのお店のシュトーレンご存知ですか？もし知っていらしたら私に教えてください。まあさすがに今年はもうですけど、来年以降参考にさせていただきたいと思います。シャトレーゼのお菓子についてのレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず2種類のシュトーレンはどちらも生地がしっとりしていて、噛んだ瞬間に左側ではフルーツの香りが、右側では少し香ばしくて刺激があるスパイスが口の中でじわっと広がってきましたね。なんか生地は優しいんですけど、中身は意外とパンチ強くて、結構ギャップで攻めてくるようなイメージがありました。自分はフルーツの方が果実の甘酸っぱさがじわっと広がってきて好みでしたね。一方のパネトーネは生地部分は割とあっさりしてるんですけど、その中でもところどころでバターの芳香な香りがはーっと口の中に鼻を突き抜けてきて美味しかった。クロワッサンにちょっと近い気もします。で上の方に乗っているパールシュガーでいいんですね、あの四角い砂糖のジャリジャリという心地よい音が時折響いてきて、なんか口からだけでなく鼻と耳でも楽しませてくれるお菓子になっていました。ただ一つ懸念なのは、ちょっと見づらいかもしれませんけど、三つとも丸々一個食べるとかなりのカロリー爆弾になっていることなんですよね。あーもう今日はもう何も食べられないなこれ。ただちょっとこの後別添えにする人だからこんなに余っちゃいました。まあもったいないので、あとでホットミルクにでも溶かして飲もうかなと思います。さすがにお砂糖だけ食べるのはきついので。あなたはお砂糖だけ食べたことありますか？もしありましたらコメントで書いてくだされば参考にさせていただきます。それではひまわりに後悔するなり夏の日でも何かしたかいことあったのかな。というわけで今日はシャトレーゼのパネトーネとシュトーレン2種を食べてみた動画でしたが、あなたは参考になりましたか？
もし参考になりましたら、この動画にチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるととても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。